アクリルゲートを使って作る椎茸型のエコスポンジ、傘の部分の作り方をご紹介します。型紙はコメントの URL をクリックしてください。糸端を中指に2回巻きつけて、その中に、針を通して目を作ります。真ん中は12目作ります。鎖編みを含めて12目できたら、最後引き抜きます。そして最初の糸端を持って強く引っ張ると輪が縮まって、真ん中の部分が、キュッと引き締まります。次は2段目です。2段目は24目にしたいので、1箇所に2目ずつ長編みを作っていってください。最後は32目にしたいので、3つ立ち上がり、3段目は32目にしたいので、長編み2つ、そして、1目に長編みを2つ入れる、つまり3目を4目にするというのを繰り返してください。1周したら白い軸の部分と合わせて細編みでつないでいきます。どちらも32目ずつになっていますから、1目ずつ細編みでつないでいきます。一周したら最後引き抜いて、とじ針で仕上げます。とじ針に通すときにはまず針に引っ掛けて、二つ折りにして強く引き抜き、穴の部分に折れたところを入れてください。閉じたところがわからなくなるように、糸の出方をよく見て同じように入れてください。糸端は中の方に入れ込みます。最後にはみ出たところを切って出来上がりです。